1、健康。2、時間。3、ジェンコ。はい。うお。揚げ物。これ何、金メダル？金メダルです。これひなりちゃん。はい。おお。ひなちゃん。イエーイ、ひなり一番。同じ人だ。すごい。箱田さんにゴールドメダリストがいます。はい。イエーイ。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。今日は5月2日です。外の天気は曇り、そして風が強い。僕は家の中にいますけど、3月24日のことを思い出すととっても元気になります。それはなぜか、箱田さんにいたからです。ああ、ちょっと待って、まだ箱田さんの話行きたくない人はもうちょっと待ってくださいね。ひなりちゃんと午後に会いましたが、その翌朝、箱田さんのイベントに参加しました。そのイベントは箱田さんのポルタテというイベントです。どういう意味かというと、晴れてる箱田さんの日に、あるヘリコプターが山の頂上の近くまで竹の棒を運びます。竹のポールを箱田さんの先輩たち、山小屋から窓から出して、そうです、窓から出して、なぜか雪が多くてドアから出すことは難しいです。なので窓から出します。自分の体にカラビナ、それから紐で7つもしくは14個のポールを自分のカラビナにくっつけた後に、山の頂上から山のふもとまで、その竹のポールを雪に刺して春用のスキーのコースを作ります。そのイベントに今年の3月24日に参加して、そしてなんと2年前にも参加した時と天気が違ってて、今回は晴れました。上りも下りも晴れましたが、ポールを自分の体にセットして、よし出発しますと言われた時に真っ白でした。でもその真っ白は、その霧は長く持たなかったんです。2つのチームに分けて、1つのチームは山の頂上まで行って、もう1つのチームは山の横を渡って、そしてここのチームが、このチームが来るまでずっと待ってました。それは30分ぐらいだったんです。最初は黙って待ってましたが、これはもうちょっと時間かかりそうですね、もう買いに行きましょうと思って、ちょっとずつ登り上がった、上がり、上がったちょっとずつ登って、そして霧の中からかっこよく箱田さんのガイドさんたちがちょっとずつ見えてきました。ポールを刺しながら山の上から降りてきました。僕は一番若かったんじゃないかな。女性もいました。そしてみんなは軽々と滑りました。後で僕も気づいたんだけど、思ってるよりそのポールを自分の体につけても普通に滑ることができます。そんなに重くないです。そしてちょっとずつゆっくりと、素晴らしい天気の中、そしていいパウダーの中を滑って、山の向こうまで、ある春スキーのコースを作りました。途中で最初から準備されてたランチを食べました。雪見ランチ、雪見ランチだったっけ、雪見ランチ、
確か。今日は5月2日、ゴールデンウィーク。けど、3月24日の話を思い出すと、心が晴れます。朝は箱田さんの先輩たちに会って、とっても嬉しかったです。そして午後、箱田ロープウェイのゴンドラの中で、友達の龍馬さんが、ひなりちゃんの紹介をしてくれて、また嬉しかったです。ひなりちゃんが若くて、ゴールドメダリストで、こんなことはなかなかないと思って、本当に嬉しかったです。これからも箱田さんの先輩たちも、若い人たちも、応援したいと思います。みんなで沖縄を作って、これからも何やっても頑張りたいと思います。僕もバランスボールを購入して、それから腕立てをしながら、美味しいコーヒーを飲みながら、皆さんとまた会えることを楽しみにしてます。それまでに元気で、stay home だけじゃなくて、stay healthy。この世の中の大事なことは、1、健康。2、時間。3、健康。それでは。We can be in no doubt that each and every one of us is directly enlisted. お渡しさせていただいた袋の中にロープウェイの手を入れてますので、そちらの方をご利用ください。ポール立て。2回目のポール立てに僕が汁を忘れます。笑うしかないな。剣と弁当もらって汁忘れた人はどう思いますか？その通りですね。笑うしかないですね。あれ、後ろで、ここも縛ればいいんだね。さあ、行ってみよう。
ごい工場みたいだね。あと2つしかない。いいなぁ。いただきます。いい雪見弁当、雪見弁当。雪見って何？雪と見栄えだから雪見弁当。そう。雪見弁当うまい。雪で顔見ねえんじゃねえこれ。はい、はい、いきます。ああ、いたな。いたなつぼて、いたぼてしてるのかな。で、いいか。オッケーです。あ、いた、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。そうだ、思い出した。来年もし箱田さんのポルタテに参加したかったら、ぜひインターネットでこのイベントの名前で検索してみてください。箱田さんの先輩のことを手伝いたいと思う気持ちあるなら、素晴らしいパウダーを滑りたいなら、プラス弁当付きでこのイベントに参加したいんであれば、ぜひ連絡してみてはいかがでしょうか。それではヘバダバ、 See you。めっちゃ楽しそう。イエーイ。